ひなの久しぶり。あ、久しぶり。元気してた？はい。もうベスポ飽きちゃった？うん、もう。うん、やめて。やめちゃうのかと思ったよ。ね、もっと平野さんと遊びたかったもん。私も、ね、残念だけど、まあ、みんなで心よく送り出そう。うん、じゃあ今日が卒業式っていうことで。最後ってことで。塩大事、了解。濡れた布を綺麗で覆う。布巾ね。布巾ね。布綺麗やな。僕は雑巾だと思った。自分で塗られてる。雑巾だよ。雑巾。はいはい、膨らめ膨らめ、はいはいはい、なんか膨らんじゃった。アカリンが膨らんじゃった。出してほら、出してどっかに、出した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 。これ注文だから、左上左上が注文だよ。これあれあれ、なおさらキャベツ、キャベツ、キャベツ出荷します。はいはい、だキャベツじゃないやな、キャベツとトマトやろ。あ、まあそういうこと。あ、そういうこと。言ってくんなきゃわかんないよ。左上にあるって言ってるだろうが。両方ね、はいはいはい。サラ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 、うるさいな、うるさいな。はい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 、はいはいはい、お願いできないですか。サラだとちょっと圧が強いけど、ちょっとね、ちょっとここのバイトのバイトリーダー、これ9存分に。ちょっとひなのさんもう一回喋ってください。ひなのさんの声がちっちゃいみたいで、はい、あ、すいません、すいません、機嫌を損ねましたかね。すいません。すいません、すいません。お皿にちゃんとね。はい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 。すいません、あの、自分を見失ってしまいます、最近。今、そう、自分の意義とは分からなくなっています。これ巻いて。はい。さんをやればできる子だよ。そうだよね。いいよ。ごめんごめん、ゴミバビバババココにしてた今、誰か。誰？お前じゃん。ごめんごめん。できた！できた、できた、できた。あ、独自だった！やめてもらっていい？ちょっと、ちょっと、ちょっとごめんごめん、これだけ置くのやめてもらっていいかな？ちょっとお米担当が、なんすか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 、ちょっとお米担当が回ってなかった。なんすかなんすか、お前米の気持ちになったことあんの？ちょっとがもうちょっと頑張ってほしかった。いやいや、米ね、3つあんねん、鍋が3つあんねん。なんかお魚担当がもうちょっとね、ずっと暇そうでした。もうなんかそうだよね、じゃあやってもらったっていい、米。はいはいはい、はいはいはい、キュウリ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 、また切るわ、切るわ、切るわ、キュウリ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 、ほキュウリキュウリ、あっやばいやばい、ちょ、左が分かった。なんすかなんすか、チーム分けがちょっとミスだったかもしれない。どういう意味、どういう意味、バランスがあれだったのかもしれないです。なんかこれ、なんかし、確かに今誰と働きたかったの、右左で負けたら。まあ、もしかしたらこう、ベニーさんと僕は別れた方がいいかも。あかりん、あかりん、今日一緒に二人で頑張ろうって言ったやん。店長すいません、店長この職場ちょっとあの新人研修がなってません。あかりさん、協調性って大事なんですよ、こういう組織においてね。僕ですか？そうですよ。すいません、すいません、一人をね、責めるようなこと言ってはね、ダメですよ。はいはい、切ります。誰？すぐ転職してる人。よし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 。転職してる人誰？まだあの、私の仕事って何ですか？乗り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 、自分どこいますか？ベイビー！何ですか？なん、頑張ってます、私フリーランス。フリーランスだからいいみたいな社会じゃないんだよ。小学生までなんだから、それはちゃんと職務全うしてくんないと店が潰れちゃうから。すいません、ね、そんなね、お金余裕があるわけじゃないんですよ。すいません、私も育てなきゃいけない子供がいるんで頑張りたいです。まあ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 、まあ、やばい、あかりやばい、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 これ何、あげて、あげて、じゃがいも上がったやつは、じゃがいも上がったやつ、やってます、やってます、じゃがいもと肉まってるよ、ちょっと置くとこがないです。これキッチン足りないです。これキッチン、これどれが上がったやつ、これこれこれ上がったポテトどこ、ないよ、食べてくれ、あかりん、ポテトポテトと肉、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 ポテト、
チームなんかうるさいよね、なんか上のねバイトリーダーおばさんたちが OTBN OTBN いやーね、ほんと口の方が動いてたじゃないですか、上のね指示、ね、指示ばっかりね、よくないですか、なんかそれちょっとキャパ取られましたもん、赤さん、はい、咲かないで、はい、チーム頑張ろうみんなで、魚エビ肉ベリー邪魔じゃあどうしろって言うんですか、私だけ頑張ってるのに、なんで邪魔してるんですか、違う、上の方やってここなんでそうやって人はいつもそうやって端っこに追い込んでいく人生だったんですね、焼いて別に何でしょう、魚も焼いて行動宣言やめてください、魚ちょっとちょっと意義あります、ちょっと初心者を端っこに追いやるのやめてもらっていいですか、いやいやちょっと追いやってるんじゃなくてベリーがうろうろしてるから、うろうろしちゃうんだよ、もう私この仕事やっていけない、もう私無理、バイトの先輩が私に仕事できない人が端に追いやられていく現象を起きてた、バイトの先輩がリアルでバイトしてた時もこんな感じでした、キャパオーバーしちゃうとただホール駆け回ってるだけの人になっちゃう、わかるよ、私もね居酒屋でバイトしてる時ね、コーラと醤油間違えて出したことあるコーラお待ちどうさまですって言ってコーラ出したら醤油だった、人殺す気やお前やばすぎめっちゃ怖かった、お客さんに呼び出されてお前これ飲んでみって言われて怖い、えってなってクンクンってしたらもう終わったと思った、どうやって間違えんの、え、じゃあコーラ のペットボトルの中に大将が醤油作ってたんよ、あーそう、だから注いで入れちゃった、そうで、それが冷蔵庫にあったから、ね、あコーラだと思って出した、匂いで分かりそうなもんだけどね、嗅いでたらもうパニックすぎて僕も緑茶杯をハイボールの緑茶で提供してましたお客さんになんかこれ味おかしいよって言われて、ウイスキーの味するんだけどって言われて、はいってウイスキー入れましたって言った、違うよ緑杯は焼酎と緑茶だよって教わって、その時にあ違うんだって、はい緑茶杯の入って焼酎なんだって知りました、わかんないよね、まあまあ確かにね、はい、あうわピザだ、トマト、チーズ、卵、うん、全部切る、卵全部乗せる、あれ何、卵じゃないの、あれ全部切る、了解、キジじゃない、ジジキジキジお前キジ、ね、負けんなよマジでこれキジ、キジどないして作るんこれ、明日キャベツ、あっお前この声やめろマジですいません、あーダメ、それ言っちゃダメ、やばい、やばい、キャベツがあもうね、行きそうだった、よかった帰ってきて、あかりんが悪いでしょ今の、なんで